沖縄の知事選が9月30日に開かれるということで、私は非常に、その選挙に注目しているんですけれども、同時に不安を抱いています。というのは、政府はですね、もちろんこの長知事の請求によってですね、予定が狂ったと、つまりこれで、同情票が出てですね、選挙も勝てる選挙が危なくなってきたと、こういう思いがあると思うんですね。しかしだからこそですね、政府はどんどん手を打ってる、つまり、政府側の候補はもう早々と宣言をしているし、そして、このいわゆる埋め立て工事の土砂の搬入をですね、見送ったという報道が昨日出されました。つまりこのタイミングでですね、政府はどんどんとその強硬策を隠してですね、選挙を無事に乗り切ると、もうこれに集中していると思うんです。そして決め手はその最後はお金をちらつかせる、そして今度の候補はですね、自民党の候補は今まで通りですね、辺野古を一切触れない、ただひたすら普天間を早く返還させると、負担を軽減させると、こればっかり言うわけですね。ですからまさに争点隠しで進んでいくと。でそれに引き換えて野党の方はですね、統一候補がなかなか決まらないと、急いで決めると言ってますけれども、しかしいろんな名前が上がってですね、そう簡単に決まりそうもない。そしてその候補はですね、誰に決まっても尾長さんほどのインパクトはない。私はここにですね、非常に今の沖縄の辺野古阻止のいわゆるオール沖縄のですね、問題点が見て取れると思うんですね。でそもそもオール沖縄というのはですね、まさしくオール沖縄、つまり左翼だけでなくて保守的な財界も支持して、できた。だけどもそのオール沖縄がですね、今度の尾長知事の政権によってですね、崩れていくと。で、尾長さんは直前までもちろん反対は非常に強く訴えられましたけど、同時に日米同盟、日米、安保体制は肯定されてたわけです。だからこそ保守も乗ったと。それがどんどん左翼的になってですね、共産党と社民党、共産党が中心になって、どんどんそのオール沖縄が進んでいけばですね、当然オール沖縄が変質していくと、私はそのことに非常に危惧を持っていまして、なんとか勝てる候補で早く体制を整えてもらいたいと、こう思っています。